高山から理想の彼の条件を発表。1個目じゃん、割と低い身長。あれ小学校低学年。なんか背の高い人ってなんかみんな声が同じような低い声なイメージ。ジャイアントシロタさんね。あ、そうです。ジャイアントシロタさんとか、あとあれチェホンマンさんとかみんな同じような声が。あの辺はだって190以上の人だね。なんか勝手なイメージで高い人は声が低いんだっていう勝手なイメージがあって、ちっちゃい人低い人の方が結構いいなって。どのぐらい？自分が161で106、自分よりちょっと低くても全然。え、低くてもいいの？150代じゃん。なんか可愛いなって思って。あ、高くてもいいんでしょ？高くても大丈夫です。でもなんかちょっと顔遠いなとか思うかなって。どんだけ背高いと。でもいい、可愛いじゃん。あのキスとかするときちょっと背伸びしてやるみたいな。ああ、よく昔感じ。近い方がすぐできる。いや、嫌ですけど、なんか嫌ですけど、なんか嫌ですけど、なんか遠いよ。いや、めっちゃ恥ずかしいなんだけど。そういうもんよ。いいね、これちょっと恥ずかしくなっちゃう。いいね。